工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。さあ、長澤さんのイベント約30分ほど前ですけど、もう少しちょっと動画だけ撮っていきます。今シャッターの方が開きまして、こちら入っていただいて、トレイを僕の方から渡します。一応最初3人、ちょっと様子見ながら4人に増やすかというとこです。で、ルーチェペンとペンシルのとこですね。こちらの方で1人約20分ほどでお願いいたします。で、このようになってますので、後ろのエスカレーター下りの方からね、入ってこられることはちょっとおやめください。で、こちらでペンが選んでいただいたら、あとはコルター、神経質で、シースですね。こちらの方もしよろしければお願いします。で、またこの辺で欲しいものを取っていただいて、ぐるっと回っていただいて、そしたらここですね。ここで僕の方に整理券と選んだ商品の方ですね、トレートを渡してください。で、僕がここで値段書いて、で、箱詰めをします。そして、商品と整理券を持っていただいて、スタッフの方と一緒にこちらのレンさんの方ですね、こちらの方のレジに進んでいただきます。ではでは、もうすでに80人90人程度並ばれているそうです。まだもう少しね、多分余裕があるかなと思います。またぜひぜひよろしくお願いします。